そしてこれも復刻ってことですね。日に焼けやすいので、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。キララファンタジアですね、こちらをプレイしております。いい運動になったわ。よくできました。で、これはもちろん、もう子供じゃないから大丈夫です。任せて、行ってくるわ。なんか作品リストっていうのがありますね。これなんだろう。例えば、ひだまりスケッチ開けると、クリエクラフトの話か。カーゴだな。なるほど。ジャズバンドをやっていた影響でギターちょっと忙しく。助かりました。すごいです、尊敬です、天才です、憧れます。すごいね、120。お、しかも僧侶の星結晶もいただいちゃうんですよ。いろいろありがたいです。お、ということで400超えましたね。じゃあどうするか。400か。日に焼けやすいので日差しがちょっと心配です。召喚。あ、ごめんなさい、眠くなっちゃって。アムーひな祭り期間限定ピックアップガチャ。すごい。これ何日までかな。13日までか。まあ限定より汎用方を選びます。キャラットのおまけ付き10回召喚。もうちょっとで星5ゲットできますからね。ルーム。お、星4以上来た。どうだ。おー、神崎秀井、ここで来るか。違いますね。えふみ、ダメだな。 A チャンネルが多い。はだか。あ、ダメだ。お、星4以上。おー、ルーン。星4ルーンか。次回も頑張ります。お、またいつでも来てくださいね。おー、ひでりが覚醒しました。まあ他にヒロも覚醒とか、さらにルーンも覚醒ですよ。いいですね、覚醒は。しっかり練習すれば不安も吹っ飛びますよ。結局限定のあれを引くより汎用、こういう方で汎用的なガチャを引
弾いた方がいいのは事実なんですよね。まあ、一応はこれもやっときましょう。開きますよ。やっぱりどんなガチャなのか気になるんで。お、星4以上来た。星4ですね。小塚小夢だ。これはもう取ってるんですよね。なので覚醒するかな。しない。まあ、しないけど。ジャズバンドをやっていた影響でギターをいろんな種類のが出るよりは一つの特定のキャラクターを強化できた方が今は嬉しいですよね。お、こんなのもあるんだ。ピエクラフトを受注すれば遊べると。まだまだ遊べるってことで、まあひとまずは次の目的はこの暗雲ひな祭りシナリオクエストをやることということです。はい、次回もお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。